いやもうね雨があんま降っとらなかったけよかったけどね、もうバタバタっすよ、また、前回がさ、大雨洪水警報でからさ、ね、中止になったけんさ、ね、その歌撮りでスタジオに、こうね、e e、ESP かの学校に行って、生徒さんたちがね、こうまあ、いわゆる授業の一環みたいな感じでね、えー、やらせてもらったんですけどね。 もうみんないい子やん。ほ、うんと、なんか生意気な、もうクソガキみたいなの全然おらんもんね。みんな挨拶もちゃんとしてからね。俺たちはこの年ぐらいの時はどげな人間やったかなって思うぐらいさ。おぺぺ、ペペ何食いよってやお前。<laughs> 腹立つ、こいつも。<laughs> こいつは大体腹立つわ。うん。それで、あたあつもっちゃんもなんかガラガラ食いよね。スタジオでものを食べてはいけません。<laughs> まあ、まあね。すいません。えー。まあ。 和みのためにお菓子を持ってきました私がでなんかこうとりあえずそのねえー、とライン楽器はもう大体とっとってもう本当はちょっと修正とかいろいろしたがいいかなと思ったけど時間がとにかくなくて歌をとにかく入れようっつってなんすかねこの手で持って歌っている感じこれむっちゃかっこ悪いっちゃうけど <laughs> なんかカラオケ歌えよみたいなとこやこれ。うんそれで アコースティックギターと歌それとコーラスかうんペペさんはね歌取り行くのにギターば中に持ち込んでからギターでからこうなんか音程を作りよったねまあそんな感じで3時間ぐらいですかね3時間半かぐらいバタバタ取ってもう終了で、えー、もうそのまんま帰ろうかしたらまあその ESP のそのなんですかねまあまあなんていうか、まあ、多分ちょっと上の偉い人なんでしょうね がご挨拶ということで逆に俺らがちゃんと挨拶せないかんのに本当すいませんわざわざこう来てもらうてからありがとうございますまあそんな感じでもバタバタの録音でしたけど多分まあいい感じで上がってくるんじゃないかなと思ってますもうね言い訳はないですねこっからはもう言い訳してもしょうがないぐらいのとこまで、えー、始まってるんでスタートしましたよ撮影も始まったし 主題歌の録音も一応終わりましたけどまあこっからちょっと今日からいろいろ詰められてきてますよいろんな技術班から頑張りますよ頑張りますよ、ね、あんま怒らんよみんなねちょっと待っとってねよろしくお願いします